にちは。こんにちは。いろいろ業者に聞いたりとか、はい、他のキャッチャーに聞くと谷繁さんのミットが欲しいっていうかなりの人間がいて、はい、でも実際届いたら使えないって言うんだよね。いや難しいっていうのがあります。それ何が違うの？人と深い、深いポケットが深い、あで間口が狭い、ちょっとだけです。それだけです。でもみんな何その浅いのを使いたがるのじゃないですかね。で間口がちょっと広がるやつ。でもピンポイントで撮るっていう感じだ。いや僕ですか、うん、いやそんなことないですよ。ずらして撮ったりとかもするの？ずらしてっていうか、もう絶対ずれ、その常に芯で撮れるっていうことはないんで、だからその芯を外れた時にどうポケットに入ってくるかだと思うんですよ僕は、うん、はい、だからジャックリしないという、そうですそうです、うん、だからそれが例えば間口が広くてその浅いミットだと芯を外れた時にもうここに入ってくることはないんですよ、うんうん、でも深いと絶対もう物理的にそうじゃないですか、まあ、転がってくるって。だから僕はそれなんです。だからそれみんなは何が難しいのか分かんない。やっぱ深さなの。だからそれと、それとここを削ってたじゃん。まあそこ、まあ、あんま変わんないですよ。ちょっと薄いぐらいで、そんなにそこは意識してないです。それはね、自分で注文しながらやったんです。そうです、ジョネに書いていきました。深くしていきました。で、キャッチャーミットのさ、肩の付け方とか、はい、手入れの仕方ってどうするの、はい、キャッチャーミットって僕はどうしてた？僕は、まあ、まずもう硬いので来るじゃないですか、うん、まあまあ硬いので、カチカチだな。まあ、でもね、最近は、まあ、最近というか最後の頃は少し柔らかめの皮をいつも作ってもらったんですよね、うん、で、まあ、最初にちょっとブルペンキャッチャーのやつを渡して、まあ、絶対手をあんまり深く入れさせないんですよ。どうしても手を深くブルペンキャッチャーに柔らかくしてもらう。そうです、最初。それ嫌じゃない？全然嫌じゃないです。いや、だって形変わらないですもん、僕のやつ。ああ、そう、はい、いや、ね、内野とかさ、はい、野手って人に手を入れられるのも嫌なやつっているじゃない。はいはいはい、はい、だから人に任せて柔らかくしてくれる、はい、もらうっていうのはまずありえない感覚じゃない？お前もやる。それはまあそうです、自分でも全くない。僕はまあ、例えばキャンプの時に、うん、キャンプ前にじゃあ4つ着ます、うん、ね、でそれを全部こうはめてみて、あ、良さそうな、一番良さそうなやつは僕が使うんですよ、まず、うん、僕がブルペンに持ってってそのキャンプ中に作ろうとする。で、2番目、3番目のずっと、まあ、何個か用意しておかなきゃいけないんで、それはもうブルペンのキャッチャーに渡して、もうそれは何年も続けてることだったんでもう分かるんですよ、うん、こういうふうにやればいいなっていうのがね。で、まあ注文してたのは絶対手を深く入れないでくれと、うん、手を深く入れられると、まあ手の大きさがやっぱり人それぞれ違うね。だからこの間口だけだったら、まあ、これぐらいでいけば絶対なんか変わらないんですよ、うん、で深く手を入れてしまうとどうしてもポケットが先になってしまうんですよ、うん、はい、物理的にね、うん、でだから僕は浅く入れてもらって、ここにポケット、手前にポケットを作ってもらえるようにしたんですよ。へー。でどうしても僕はここを押さえるんです。それはなぜかっていうと、ボールが遊ばないためにミットの中で、あ、だから僕はここを絶対押さえてこういうふうにミットを作るんです。それは何？まあ、例えばある程度柔らかくなったら、はい、これ形を作るために縛ったりとかしてるの？まあ、毎回使い終わったら僕は縛って、こういうなんていうんですかね、あるんです、畑山でそういうケースが、うん、ケースっていうか、それはボールを必ず入れて、もう必ずポケットのところにボールを入れて、でこれを押さえて、で、今ほとんどのキャッチャーがこれ、まあ、古田さんもそうなんですけど、この、まあ、この網ですよね、ここの紐があるでしょ、うん、これをみんな広げるんですよ、あ、マルチ。でも考えたら出るんですよ、こうやって。僕はそれが嫌だったんで、僕はもう全部これこうやって締めるんですよ、こうやって。そしたら引っかかるんですよ。でなおかつこういうふうに転がらないように、ここをこう、ここです、こっちです、こっちです、こっち、こっち前、はい、へえ、僕はこうやって。それいつからやった？あ、でもね、ローリングスで最終的に結構、まあ、僕ね、ユキュラさんもローリングス使ってたんで、うん、僕もずっとローリングス使って、で最後の頃はね、結構ローリングスでもできたんです。
キャッチャーミットキャッチャーミットはで、もうその頃からですね、だから95年とか6年あたりからですね、95年あたり、はい、だから僕から言わせれば今みんなが使ってるミットは使えないんですよ。よくお前そんなの取れるねみたいな、不安です。だからグッグッてこう握んないと取れないじゃないですか。だから僕のは入ったら閉まる、大事出ない、ね、そうです。だからまあキャッチングもこうやってやんなくてよかったんですよ。ほとんど動かさない、ね、それはなぜかっていうと、もうボールが入ってきた力によってミットが閉まってくれるっていう自分の中で感覚は、でこうやって閉めておけば、例えばここで取り損ないました、うん、絶対ここに入ってくるんですよ。それがここが広がってたらこういくじゃないですか、うん、ボールが。だからこの持ち替えの時にみんなジャックするんですよ。あんまジャックなかったもんな。あんましなかった。ほとんど投げてるな、はい、ほとんど投げてるもんな。そうですね、もう盗まれた時に諦めるぐらいで、はい、投げる格好してで、だからそういうまあそのなんていうんですか、ミットになってから要するにこういうふうに取りに行かなくなったんですよ、ボールを。ミットでこうやって渡せるように練習したんですよ。それが速さにつながったんです。それは大きさとかは、まあ、どっちかというとちっちゃかった、小さい、はい、一回りちっちゃかったかな。フルトはどっちかというと大きいもんね。今さ、現役のキャッチャーでナンバースリーつけるとしたら、うん、誰、まあそう、まあ、キャッチャーでいうと、まあ、やっぱり銀次郎、住みたい。お、銀次郎。銀次郎はいいと思います。そのキャッチャーとして、はい、リードも含めて。はい。うん、あと、うん、まあ、やっぱ甲斐になるのかな。はい、でリード、まあ、肩は全然ダメですけど、もう、まあ、島もやっぱちょっとね、やっぱりかなり出来上がってきたなっていう、面白いリード、この間も見ましたけど。やっぱあの面白いっていうか、その意図があるというかね、うん、はい、意味もある。あれでしょ、打たれる打たれないは別問題として、はい、そうです、そうです。やっぱその意図を感じないとダメだということでしょ。そうです、はい、あ、だからそれ、そう、あ、そっか、それだったらもう相沢とかね、相沢もいいよね。いいです。ものすごいその1試合ないし、そのカードを考えながら初戦やってますよ、ね、うん、はい。あの伊藤光がさ、オリックスでキャッチャーとしてなんかこうダメだとか言われて、はい、うん、で、横浜に来て、はい、DeNA に来て、マスカってんじゃん、はい、あれ、アドバイスするとしたらどういうところアドバイス、どうしてもパターン化してしまうんですよね、彼は。あ、自分の中での抑え方っていうのが、まあ、うん、極端に言えば数通りしかない、うんうん、で、今まだ対戦が少ないんで、持ってるところがあると思うんですよね、うんうん、だからそれがどん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 対戦が増えた時に、まあ、読まれやすい配球なんですよ。だから時折違うことをやっておいた方がいいんじゃないかなっていう気がします。でもキャッチャーのトレードとかも結構あるじゃない。今そうですね、まあ、伊藤が入ってきてすぐマスク被った、はい、宇佐美が行って日本ハムで、はい、すぐマスク被った、はい、あれキャッチャーってできるもんか。まあ、全然できると思います。で今もう、いや、バッターとかも分かんないわ。いや、もうあの交流戦がもう長いんで、もう資料を多分持ってるはずなんですよ。あ、そういうことか、はい。だからある程度そのバッターの特徴っていうのはもう覚えてあるはずです。あの AI がさ、はい、いろいろ導入されてきて、はい、まあ、守備位置だとか、はい、扇の要に座ってると、はい、なんか僕えらい寄ってるけど。いや、僕はで、どう思う。僕は嫌です。嫌だよ。嫌です。僕はもう野球もう始めた頃から、うん、もうこのポジショニングのような普通のノーマルなポジショニングが僕は一番そのいいポジショニングだと思ってるタイプの人間なんですよね。だからヒットをそのあのポジショニング、僕の考えですよ、あのポジショニングってヒットをアウトにしようとしてるじゃないですか、うん、確かに言えば、うん、だからバッテリーとしてはもう打ち取った打球をアウトにしてくれるのが一番いいんですよ。ヒットを打たれたところで3割なんですよ、うん、あとの7割をアウトにしてもらった方が僕はいいというタイプです、うん、だから必要ないんじゃないかなと思います。まあ、例えばさ、キャッチャーだとある程度数字っていうのは気にするじゃない、はい、まあ、例えばこう9マスのさ、はい、このデータが出てくる打率だとか、ね、数字が大事なのか、やっぱ感性が、まあ、両方大事だと思うんだけど、大事です。どっちを大事にしたの。僕は感性です。感性、その時の、はい、まあ、例えば、まあ、こう前田の話、はい、インサイドは全部3割打ってると、はい、でも
まあ、4打席目、はい、1球もこうボールしか使ってない、はい、いけと思った時に行きたいタイプです。あ、はい、やっぱ感性、はい、まあ、それがないと面白くないよなと思います。だってそれじゃなかったら誰がやったって一緒なんですよ。そうだよな、自分の色も出ないし。あ、だからそれに対してそのちゃんとした説明ができるかどうかですよね、はい、なんていうの、ベンチからサイン出てるキャッチャーもいるじゃない、はい、あれはどう思う。まあ、ありはありだと思います。ありありだと思います。最初は最初は、はい、でここっていう時にもありだと思います、うん、でその受けた側がどう取るかです。どう感じたか、はい、最初にするからね、はい、でもその中日の監督の時に、はい、困ったらキャッチャー見ろとか言ってました。出してやった、はい、いや昔さ西にカーブは絶対投げんなとか言われてたんだよ、はい、で、はい、西にホームランを打たれたんだよカーブを、はいはい、もう映像にも出てるんだよ、はい、完全にボールに構えてるんだけど、はい、入っちゃってな、はい、でエンジン組まれて、はい、なんだよお前カーブ投げたんだと言われて、はい、いやいやカーブも見せなきゃいけないと思いませんかと俺に言うわけよ、はい、俺がコーチの時にそしたら監督がおい茂は何か言ってただろうとか言って、いや別にって嘘つけ言ってみろって、いや完全にカーブを要求したんだけど投げ損なったと、あまあ仕方ないんじゃないですか、はい、なあ、はい、やっぱカーブ投げるなって言われててもさ、それは消せないですよ。消せないよな、はい、だって偏りが一番嫌がるキャッチャーなのさ、はい、でも僕はどっちかっていうとそういう傾向があるタイプのキャッチャーだったんですよ、ね、だから打たれた球をどうしてもどっかで消してしまうからね、はい、で1個だけいいですか、はい、1個でも2個でもいいですか、はい、だから中日ファンとして、はい、中日の今の新しくその加藤とか石原選手が出てきたんですけど、はいはい、まあ、正捕手というか、まあ、誰、谷繁さんから見るよく言われる、よく聞かれたりするんですけど、はい、まあ、ある一定のラインってあるじゃないですか、レギュラーになるっていう、それと器もあるよね。そうなんですよ、はいはい、だから、はい、じゃあそこに到達今現在、はい、あるかって言ったらギリギリなんですよ。あ、はい、だから難しいところがある。でも、まあ、いけるような感じをするのは僕個人的には、まあ、木下と、はい、まあ、石橋、加藤、加藤はちょっと僕は正直レギュラーとしては難しいと思います。やっぱ打てないです。春先のさ、はい、なんていうの、番組で、はい、いや加藤の肩だけ見てくれと、はいはい、いやだから俺加藤がいいのかなっていう、肩はいいですバッティングはな、バッティングやっぱりレギュラーっていうと、まあ、ある程度打たないとレギュラーってね、やっぱりなれないんで、あ、まあ、せめて2割3分2、3分、そうだな、で、まあ、チャンスである程度打ててっていう、そういうトータル的な数字をクリアしないとなかなかレギュラーっていうところにはなれないと思うんで、その辺も考えるとちょっと加藤は厳しいのかな、正直ね。やっぱ分かんない、打つ方が飛躍的に今からね、はい、伸びたらそれは可能性はあるかもしれないけど、はい、今現在現時点での、はい、まあ、バッティングのその力であればちょっと厳しいんじゃないかな、はい、そうじゃなかったら多分今2軍に落ちてないと思うんですね。まあ、そうですね、そう、まあ、